あなたが後手です。サンダーの方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。退却開始。さあ早振り銀、早く来る銀なんで、まあ右側のパンツ脱げたら嬉しいな。よろしくお願いします。脱ぎたい。あ、脱がさせてくれそう。あ、いいですね。ただ最近アイアナグマちょっと自信ないんですよね。まあとりあえずパンツ脱ぎます。これ角引いてくるんで、これ歩つく手あるな。ちょっといやらしいんじゃない。で金出てこれ飛車合わせて、で角いじめに行くと、これ5五銀狙いかな。まあ、一回やるか。2分30秒。これどうなんだろうね。ちょっとよくわからんけど。あ、単に引くのか。なるほど。これどんどんいきます。もう捨て身で、捨て身でどんどんいきます。一回受ける。捨て身とは一体。うごごごご、降ってきたらチャンスと見ます。これは同銀同角、同角っぽい。同角は飛車走るってこと。これでも同角。一回受ける。捨て身で一回受ける。2分。歩合わせかそのまま金が行くか。歩合わせな気がする。これはなんだ。桂馬取りたいけど取るよ。両取りの桂、まあ、とりあえず角は逃げるでしょう。でどこに逃げるかですね。逃げない。角逃げない。角逃げない。一回受ける。うん、これはなんかちょっといい気がしてきた。ああ、そういうこと？なるほど。これ取る。1分30秒。なるほどな。難しいですね。角打つか。あんまり打ちたくないですけどね。で、歩ついて。これは避けておく。さあ殺到していきましょう。殺到していきたい。殺到していきたいよ。これ放置して殺到していきたいなんですが、どっから行くかですね。一回風なるのかな。いや微妙か。ここか。これは放置できないんじゃない？さすがに。していく。放置していく。これ同角の一手ですね。一旦落ち着いていく。これ取る。銀打ちからどう？怖いけどね。ただ何でもないんですよね。多分相手からしてみれば。そうですね、何でもないっていう主張しますね。とりあえずは削いでいく。あー、歩がないな。歩がいないんですよね。
30秒。30秒しかない。頑張れ。やばい、やばいかも、やばいかもしれんけど、詰めろになったかも。いや、なってないか。詰めろじゃないのか。20秒。あー、10秒。うわ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 、積んでないのかこれ。積んでない、積んでるっぽい。積んでないか。あ、積んだ使った、ヒヤヒヤしましたね。今積んでなかったよね、多分。積んでなかったよね。うん、積んでないですね勝ちました、ありがとうございました。あなたが先手です。3段の方、対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、角代わりはさせません、よろしくお願いします。で、右のパンツを脱ぎましょうかね。あー、右視点だわ。まあいいでしょう。一直線に穴熊を築く。さあ、相手地下鉄飛車とかしてきたら嬉しい。してきそう。さあ、パンツを脱ぐ。これしてくるな、地下鉄。金上がって歩ついて、歩ついて、銀上がっといて、もう一回銀上がっといて、金上がって、金上がって、どうするか。ここ行く。一歩もらいに行きましょう。筆で塞ぐのか。じゃあ、まあ一旦落ち着きましょう。2分30秒。これは歩ついてどうする。同角と取れば同金と取って、同歩に対して3四歩が決まる。なるほど。まあこれ一回取りますかね。取りましょう。これ取って、まあ一回は飛車参戦させておきましょうか。で、5五桂ぐらいだと思うんすよ。違うのか。これ3三歩なれるけど。金もらえたけどな、ちょっと広いんだよな相手。2分。なんか桂馬とかどう、角を塞ぐ意味でも、角道を塞ぐ意味でも桂馬とかどう。微妙だったか微妙だったか。これは4四歩突く手があるけど、突こうか。角交換 OK。同歩と取れば、これは同飛車、同金、同金、同金で銀打ってくる。桂馬か。桂馬はこうしとこうか。うん、これは寄る。銀で埋めてきたら放置ですね。1分30秒。4筋いっといて、これ取って同玉と。そんなにまだまだ狭くはないので大丈夫じゃないかなと思うんですが、
これ何ですか？引くと4四銀ってことか。なんか面白くないな、それ。面白くないので、同金と取りましょうか。取ろう。うん。で、これ、歩なって。5五金は、同角。で、角を取った後に詰めろになるんで、勝ちな気がする。これはなんだ？一分。飛車を浮いてどうする？駒がないから大丈夫な気がするんですけど。ああ、ありがとうございました。うん。さすがにちょっと相手、あれですね。駒がないので、太刀打ちできないという感じでしょうか。はい、ありがとうございました。